ヨアニナ県は、ギリシャ共和国のイピロス地方を構成する、行政区の一つ。県とはヨアニナ。ヨアニナ県地図、イピロス地方の北部を占める内陸の県で、北は、アルバニアと国境を接する。県の北東は、カストリア県、東は、グレベナ県とトリカラ県、南東は、アルタ県、南は、プレベザ県、南西へと、西は、テスプロティア県と、 それぞれ教会を接している。ヨアニナ県は、エトリアーカルナニア県、ラリサ県に次いで、ギリシャで3番目に広い面積を持つ県である。イピロス地方の県で、最も面積が大きく、イピロス地方のほぼ半分を占めている。ヨアニナ県は、山がちな地域であり、県の東部は、ピンドス山脈やその死脈が連なっている。北から南へその山を上げれば、 北部のアルバニア国境にはグラモス山がある。スモリカス山はピンドス山脈最高峰であり、イピロスの最高峰でもある。その南にティムフィ山、リグコス山、ラクモス山、ズメルカ山が連なっている。また、南部にはクセロブニ山、南西部にはトマロス山、ヨアニナの近くにはミチケリ山がある。県南部にあるパンボティスコはイピロス最大の湖であり、 県とヨアニナの市街はその西岸にある。パンボティスコの北部、ヨアニナ市街の沖には、ヨアニナ島があり、350人ほどの住民が、暮らしている。県北部には、ピンドス山脈に源を発して、北西方向へ流れ、アルバニア領に入る青薄川がある。県西部には、ティアミス川、県西南部には、アヘロン川が流れ、いずれもヨニア海に至る。県東部には、 アラフトス川が南へ流れている。人口3000人以上の都市、集落には以下がある。県都であり、県最大の都市であるヨアニナは、パンボティスコ西岸にある。アナトリの市街は、ヨアニナ市街の南に連帯しており、行政区画再編の結果ともに、ヨアニナ市に属することになった。これにより、ヨアニナ県の人口の半分強が、ヨアニナ地域に住んでいる。メツオボア、 県東部に位置する町で、テッサリアやマケドニアへ越える、幹線道路が通る要衝である。現在のイオニア県域が、ギリシャ領に編入されたのは、1913年である。ヨアニナ県、ヨアニナ県は、以下の自治体から構成される。人口は2001年国勢調査時点。ヨアニナ県の旧自治体。37番のヨアニナ諸島は、1番のヨアニナ市と24番の、 ペラマ市の間にある。カリクラティス改革以前の広域自治体としての弱にな、県は、以下の41の基礎自治体から構成されていた。改革後、旧自治体は新自治体を構成する、行政区となっている。下表の番号は、渦と対応している。旧自治体名、選んで印を付したものはキノティタ、それ以外はディモス。成長所在地欄で太字になっているものは、 新自治体の成長所在地となったものを示す。県には以下の軍があったが、2006年以降法的な位置づけは行われていない。ヨアニナ近郊の A2 号線建設中の A2 号線、イオニア海の港町、イグメニツァからヨアニナを経てピンドス山脈を越える国道6号線が東西方向の幹線を成しており、その振動にあたる高速道路 A2 号線は、 ギリシャ北部を横断している。A2 号線は、欧州自動車道路90号線にも指定されている。ヨアニナ県は、ギリシャの他の地域や、沿岸の島々と比較すれば、観光地としては著名ではない。しかし、美しい自然に恵まれており、ビコス・アオース国立公園やピンドス国立公園がある。メツボや、パピンゴなどは、スキーリゾートとして賑わう。また、ドドニには、 古代の円形劇場があるほか、中世以降この地域の主要都市となったヨアニナには多くの史跡がある。ありがとうございます。